1984年度撮影の国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、写真左上後に、泉中央副都心となる地区の造成が1980年により、開始された。写真中央左、七北田川北岸のか里大橋より西側、すなわち、後に、東園となる貸し団球面では、農業が行われていた。 都市緑化ホールキートス広場7北田公園は仙台市泉区の泉中央副都心の7北田川沿いにある都市公園である仙台市が管理する J リーグベガルタ仙台が本拠地としているユアテックスタジアム仙台をはじめやテニスコート野球場などを有している休日を中心に多くの人で賑わう憩いの場となっている 東公園は、泉区を投流する七北田川の左岸の貸し段球に、89グリーンフェア仙台の跡地を再整備する形で設置された。七北田川との間には、堤防が築かれ、かつて畑作が行われていた園内の最低地には、池や噴水が設置され、かつて稲作が行われていた一つ上の段球面に、芝生公園や、岩下のグラウンド面。 さらに一つ上の段球面に諸施設と公園入り口及びユアスタ入り口があり、判断した場合に被害が最小となるような園内配置となっている。キートス広場は2013年7月12日に開設されたフィンランドのキャラクタームーミンの遊具が設置された広場。2011年11月にフィンランドからアレクサンデル・ストゥブ欧州貿易大臣が来選した際に 東日本大震災により被災した子供たちへの支援から遊具の寄贈を申し出、同国の遊具メーカープーハ社による協力のもと遊具17点が送られた。後に仙台市は遊具の設置先を7北田公園内に決定。フィンランドをイメージし遊具は公園内の小立に配置されている。広場の名称にはフィンランド語でありがとうを意味するキートスが付けられている。 公園正面口スタジアム、野球場などへのアクセスには別の入り口も利用可である。ありがとうございます。